はい、どうも、きょうぺーちゃんです。皆さん、寿司天ぷらすき焼きのホームページがね、新しく更新されましたね。この寿司天ぷらすき焼きのすき焼きだけちょっと英語風に言うと、寿司天ぷらすき焼きってなります。超意味わかんない。はい、ということで、3バージョンでね、異なる進化を遂げるということで、まあ、ここまではね、前回分かってたんですけど、まあ、配信のね、予定がはっきりしましたね。今春ということで、まあ、具体的な日にちはまだ出てないんですけど、まあ、春っていうのが分かったんで、まあ、おそらく春休み付近じゃないかなとは思います。ということで、大型魅力更新データバージョン 3.0 で3種類のエンマがそれぞれのバージョンに登場ということで、ここはね前に分かってはいたんですけど、今週配信予定の、無料更新データでバージョンごとにね違う進化を遂げるということで、寿司は特上、天ぷらは絶品、すき焼きは特選といったね、豪華仕様に変わるみたいです。豪華になった3バージョンにはそれぞれ特別な3種類のエンマが登場ということで、まあ、こちらねエンマに関しては、前回ね見たと思うんですけど、太陽神エンマと時空神エンマ、暗黒神エンマのこの3体ですね。まあ、どれがね、まあ、おそらく暗黒神エンマがすき焼きかな、で太陽神が、まあ、寿司で、時空神が天ぷらっぽいようなね、まあ、そういう感じの色合いとなってるんで、まあ、おそらくそうだとは思うんですけど、まあ、時空神エンマがやっぱり一番俺はかっこいいかな。でもエンマ進化しすぎじゃないかなっていう、まあ、そんな感じもするんですけどね。はい、その他にもねいろんな更新があるみたいで、新たな妖怪が多数登場ということで、まあ、すき焼きでね結構妖怪増えたんですけど、またさらに妖怪が増えるということで、一体何種類になるのか、最終的にねバージョン 4.0 もあるはずなんで、まあ、これかなり大規模な妖怪の数になりそうですね。まあ、そしてバスターズトレジャーに新ダンジョン新ボスが登場ということで、まあ、ボスがね追加されるっていうことで、まあ、新しくダンジョンが追加されると思うんですけど、まあ、ボスどんなのが来るんだろうね。まあ、そろそろあやとり様来るんじゃないかなと俺は勝手にね思ってるんですけど、まあやとり様とだるま師匠あたりね来てほしいなと僕は勝手に思ってるんですけどね。まあ、とりあえず強いボスがね、強いボス来てほしい、まあ、本当にお願いします。はい、ということで、あとね RPG パートに渚木ケマモトエリアが登場ということで、まあ、ついに渚木とケマモトが解禁になるみたいです。皆さん覚えてる、渚木とケマモトがどんなマップだったか。俺もねちょっと忘れかけてはいるんですけど、まあ、妖怪ウォッチ2の方でねちょっと渚木とケマモトどんな感じだったかなと思い出しに行きましょうか。はい、ということで、妖怪ウォッチ2をねすごい久しぶりに起動しました。さあ、ここは渚木なんですけど、そういえばね俺コマさんを連れてたなと今ね思い出しました。あ、この角度すごい綺麗だね。そして長バナナがいた、懐かしい懐かしい。自転車のね俺のこのセンス、このこれを選んだセンスちょっと疑いますね。はい。いや懐かしいなこれ。あ、待って待って、キラキラがあった、キラキラが。ミニ経験値玉ゲット、そうだそうだ、こんな感じだったね。いやバスターズでも言ってたけどね、あの妖怪うちりのバスターズの、ゲット組か、ゲット組でも言ってたけど、まあ、やっぱ妖怪ウォッチ2の方で行くと、まあ、マップがねかなり忠実に再現されてて、いや懐かしい。まあ、おそらく妖怪ウォッチ3でも、まあ、多分ねこんな感じなんだろうね。と、うん、いうことで、じゃあケマモトの方にね今度行ってみようか。ちょっと待ってね、雲外峡を探しましょう。さあ、ということでやってきました。ここはケマモト村にあるケータのおばあちゃん家ですね。めちゃめちゃなんか懐かしい感じがする。さあ、そして上の方に行くと確かね永遠トンネルがあった。何これ、ねえねえそこの君、あ、赤い箱イベントかあったね。妖怪ウォッチ2でも赤い箱のイベントありましたね。くじ引き券いらない。まあまあまあ、もうね2年1年間ぐらいずっと預かってたんで、まあ返しましょう。はい、全然やってなかったからね妖怪ウォッチ2は。まあ、そして右上の方に行くとここに永遠トンネルがあると、いやー懐かしいですね。妖怪ウォッチ3でもここあるのかな、
気になりますね。あぜ道の他にトンネルもできるのか、まあ、そして木内山があって、まあ、ここにね妖怪ウォッチ2ではマスターニャダがいたよね確か。さあそして野ガッパがいる。臭みの草これ何使うんだっけ、全く覚えてない。誰か覚えてる人いたらコメント欄に書いてください。全然覚えてないです何使うのか。まあ、そしてケイタのおばあちゃん家の右上の方に行くとガッツ F かガッツ K がいたんだよな。どっちだっけ、ガッツ、あガッツ K だね。はい、ということで今分かってる情報はここまでになるので、また何かね新しいことが分かったら分かり次第動画にしたいと思います。ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画見て少しでも参考になった方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンを押していってね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは今日ペイちゃんでした。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。